人間と戦いよいよあの信長が命ずる破壊神を撃て。眼前の敵を突破する。俺も行こう。まだ勝つ。いいな。前陣とした破壊神のもとへ向かうのだ。ただし無理はするでないぞ。心配ご無用。我ら決して許しにはいたしませぬ。あのお方のため滅せる。押し通る。邪魔をさせる。知れば。なんか静かで寂しいぞ。心地よい悲鳴を聞かせろ。貴様の力はこんなものではない。ウォルジアラミタ。まずはうちも協力するで。ダキちゃんの頼みやもん。この私を足止めに使うという。まあ、さらにうまく奴らの目を欺くとしよう。手は抜くな。そうでなければあの女も納得しない。ダッキの目が戦う。難しい。悪いんだ。本気で行け。知れ。加減してやったのだ。言っておくが、これが私の実力ではないからな。それで行け。我らはこの道を守る。決して敵は通さない。怖い。早く破壊神の元へ。なんて凄まじい力。いいな、ひるむでない。この支柱に活を見出せ。払ってくか。全て破壊する。なんと頼もしき戦ぶり。見事に磨き上げられた武勇。うぬが武勇。見事武勇。我事も何に望みて引かず。ここで稲が倒れて世界が。全てを滅ぼす。望み通り滅ぼしてやろう。貴様を。怖い。オロチ様。あの時オロチ様も復活していたの。これじゃオロチ様と戦うことになるけど、それはそれで楽しそう。オロチの二人は面白い。俺も戦うぞ。待って、リョフさん。どうせ乱入するならオロチ様たちの戦いが盛り上がってからにしましょう。ならば俺は家康でも片付けておこう。リョフさんを寄すのって本当大変。このウサ信長さんでもいたぶって晴らそっと。敵は殿と信長殿を狙うか。やらせはせぬ。守らねば。オロチ。そうか、なぜ忘れていた。我らは過去に奴と戦っている。そうです、あの時も融合した世界で他の英傑たちと一緒にオロチに挑みました。その後奴から生まれた幼者も倒したか。悪くない座標であった。日の本の将、それに戦海の者たち、
そうだ、すでに我らは仲間とも出会っている。なれませぬぞ玉殿、タッキ殿、我らは守備に徹すればよいのです。所詮は無能の守備、足並みは揃わぬか。そうこうなっては我らも援護に回るしかない。動かねば操まれるか。家康殿を守らねば。ここを通してはならん。本多忠勝の娘、今度こそ決着をつけるぞ。わかりました、いざ尋常に勝負です。私ももっと武を磨かねば。いえ、稲の方こそ危なかったです。あなたの鍛錬のほどが伺えます。見事でした。何故我らの前に貴様を滅ぼし、すべてを終わらせるため。それで貴様が我を終わらせている。さあ、かき乱してやろう。素晴らしき腕を持っているな。心揺さぶられる思い。鮮やかです。今も隣にあって恥に働きをしなければ。さすがわしの見込んだもの、危なげない戦ぶりよな。なんと頼もしき戦ぶり、見事に磨き上げられた武よ。さあ、かき乱してやろう。限界か。破滅は世界の意志、我はそれを体現する存在。邪魔はさせぬ。ならばまず我を破壊せよ。怖い。敗北というのもなかなかいい。またお前と戦える日が楽しみだ。鮮やかです。今も隣にあって恥に働きをしなければ。まずは違う。エイラは状況が分かっていないのか。新皇代のお相手をしていただけますかな。ダッキたちを欺くにしては過剰な演出だ。引くとしよう。武装の者の子とはお主に他ならぬ。貴様も人間も散りあったに過ぎぬ。すべて我が破壊する。そうだ、滅びこそ我が望み。知れ、人間はどうや。まあまあ、そう急がずにさ。ここで俺と遊んでちょうだい。集中してやる。あかん、ダキちゃんが危ない。気を違反、ごめんな。うちに助けに行く。踏ん張るしかあるまい。もう帰る。でも楽しみが増えちゃった。あかん、やられてもうた。ダキちゃんごめん。愛を守る者がおらん。清盛が手薄になった。今こそ欲せれ。我が輩が破れる。なるおろし、申し訳ございません。知れ、
術は解けた。今こそ破壊神を撃つのだ。我を退けても無意味。全ては破滅に向かっている。オロチ二人は引いた。されど、このままではオーディンの企みが成就してしまいます。破壊神を掘る。